ヘニー・ヒューズは、アメリカ合衆国で生産、調教されたサラブレッドの競争馬、シュボバである。現役時は主に、アメリカ合衆国のダート短距離路線で活躍し、G1 競争で2勝2着3回の成績を残した。タネボバとしては、名品、ビホルダーを出した後、日本で出走した産区が顕著な活躍を示した、ことから日本に輸入された。 一歳児の競りで18万ドルで落札される。二歳児に再び競りに出て37万ドルの値が付けられるも希望額に達せず、周取りとなっている。パトリック・ビアンコーネ調教師の下でデビューし、二戦目のステークスで15馬審査をつけるなど、いずれも完勝の三連勝で重賞初勝利を挙げる。二連勝後にダーレイが非公開で購入する。その後、 G1 に挑戦するも、ホープフルステークス、シャンペーンステークスで共にファーストサムライに敗れて2着に終わった。シャンペーンステークスの後、マクトゥー向けと関係の深い、キアラン・マクラフリン級者に、テムマヤする。ブリーダーズカップジュベナイルでは、ファーストサムライに先着するも、スティービー・ワンダーボーイに刺されてまたも2着に終わった。レース後に、シェイク・モハメドの長男シェイク・ラシットが率いる。 ザビールレーシングインターナショナルにバッシュ名義が変わっている。1月中旬にドバイに移動し、シークラシッドの所有場を管理するアレックレアード調教師の下で調教を再開する。春の目標を UAE ダービーに設定し、距離不安からケンタッキーダービーへの参戦は考慮されていなかった。ただ、輸送などに時間を要したことから、 この時点で、レースへの復帰のめどは立てられない状況であった。結局、調整が間に合わず、春は全休することとなった。その後、枕不倫旧社に戻り、2006年初戦は7月1日の、ジャージーショアーブリーダーズカップステークスで短距離路線を、選択。このレースを10馬審査の大差価値を収める。デビュー戦にも起乗した、ジョーブラーボキシュは当時と比較して、 体に身が入って大人になったと成長の後を指摘している。続く、キングス・ビショップ・ステークスを5.1、4馬審査で勝利し、G1 初制覇を飾る。この勝利に対し、安城のジョン・ベラス・ケス・キ手は、私はただ乗っていただけだと、楽勝ぶりを語っている。コバとの初対決となったボスバーグ・ステークスも、2.3、4馬審査をつけて、 当時のレースレコードで解消し、G1 を連勝した。G1 連勝で臨んだ王一番のブリーダーズカップ、スプリントでは、スタートでつまずき、バグに包まれて、先手を取れず、そのまま見せ場なく再開に敗れ、生涯で唯一連帯を外してしまう。この敗戦に対し、マクラフリン調教師は起乗した、ベラスケス機種の話として、チャーチルダウンズ競馬場に適応できなかったと敗因を、 述べている。レース後、この世代で最高の競争馬であることは、すでに明らかであり、繁殖としても魅力的であるとして、3歳での引退と種ボバ入りが決まった。結局、ブリーダーズカップスプリントの敗戦が、あだとなり、エクリプス賞最優秀短距離馬の受賞はならなかった。2007年より、ダーレー参加のジョナベルファームで、種ボバとして強要される。 初年度しつけ量は4万ドル。シャトルシュボバとして、ダーレーオーストラリアの拠点である、ケルビンサイドスタッドでも強用される。2010年に初年度ン区がデビューするも、期待ほどのン区成績を残せず、しつけ量は急落。2012年7月に、オーストラリアのレンジビュースタッドにトレードされた。オーストラリアでの初年度しつけ量は7,705ドル。ところが、その後、 残された3区のうちビホルダーが、ブリーダーズカップジュベナイルフィリーズを制し、一転して、アメリカ合衆国のウォルマックファームがシャトルシュボバとして、受け入れ、翌2013年もアメリカ合衆国で供養される、こととなった。とはいえ、2013年の種付け量は7500ドルと、大幅に評価を回復するまでには至らなかった。一方、日本では2010年3までの外国産馬及び、 持ち込み場、K9 等のうち、ヘニーハウンドと k 愛レオーネが重傷を制する、活躍を見せていた。この活躍を受けて2013年10月、日本に輸入され、優秀スタリオンステーションで供用されることが決まった。日本での初年度しつけ料は180万円。すると、同年11月には、ビホルダーが、ブリーダーズカップディスタフに勝利して2年連続の、 エクリプス賞受賞を決定づけ、12月にはアジアエクスプレスが朝日ハイフューチュリティステークスを制し、さらに大きな注目を集めた。加えて同じ父を持つ、同年の新種母馬ヨハネスブルグが、日本の中央及び総合、リーディングファーストシーズンサイヤーとなったことも、追い風となった。その結果、初年度となる2014年の種付け等数は、 優秀スタリオンステーション歴代1位となる191頭を数えた。以後も2016年にモーリンがフェブラリーステークスを勝利するなど輸入された3区が活躍している。一方、アメリカ合衆国ではビホルダーが通算4回エクリプス賞を受賞する偉業を成し遂げたが、それ以外の3区は G3 勝ちまでにとどまっている。 日本での初年度産区は2017年デビュー。6月18日に日本での産区による JRA 初勝利。主な産区青年ごとにアイウェイを順で記載。太字は G1、J プニー、JG1 のいずれかの勝ち馬。海外調教馬は G1 勝ち馬のみ。母の父としての主な産区。ありがとうございます。